人類120歳プログラム誕生、ついてこい、この道を。聖秉禅、幼少より数多くの武術、気功、風水の名士に師事、中国武術界で五虎と称される巨星、自然門大師万来世の皇帝。1988年の来日後、中国の伝統的な自然健康法をもととして、日本人に合った独自の健康法を提唱・指導を行う。また武術・気功のみならず、音楽や書、絵画の創作活動も行い、独自の世界観で人々を魅了し続けている。そして今、目指せ人類120歳という理念を掲げ、聖秉禅が送る心と体を鍛え人生を豊かにする番組、それがおはよう健康体操です。おはようございます。聖秉禅です。高陽です。漆原千穂です。まったりゆったり、爽やか元気、健康に役立つ誰にでもできる体操を今月も楽しくお届けしてまいります。今日は日曜日です。まったりゆったり、楽しく気持ち持って体操しましょう。おはよう健康体操、先生の動きに合わせて運動してみましょう。体操開始です。天地引用、まずは天と地に朝の挨拶をする気持ちで始めましょう。気入丹田、自分の体に意識を傾け、体調や体の変化をチェックする体操です。四肢気球、玉と戯れる四肢をイメージして楽しく運動しましょう。天地会合、全身を大きく開き、人生を自ら切り開くことをイメージしましょう。
坂野幸図。大空を力強く飛ぶ鷹をイメージして生きる勇気を養いましょう。ツバメのポーズ。空を飛び交うツバメをイメージして自由な生き方を全身で表現しましょう。鶴のポーズ。鶴をイメージし、バランス感覚を鍛える体操です。円歩き。全身を鍛え、目に力をつける体操です。頂点立地。天を仰ぎ、大地を踏みしめ、背筋を伸ばしましょう。天地精気。精気を養い、全身にエネルギーを巡らせます。車輪拳。我を忘れ、ストレスを投げ出すイメージです。丹田。
空と大地からエネルギーを受け取るイメージで行いましょう。シエ先生が今思い伝えたいこと、おはよう健康体操週末コラム、人生楽団の時間です。今日は日曜日、人生楽団です。今日のテーマ、その日まで同じね。先生の楽団は本当にね、実際にこの先生番組で生命の真実語ったんですね。人間ね、本当に生命の真実、本当の真理何なのとか、人生どういうものとかね、また気づいてないところで先生により皆さん気づいてほしいこと大事。今日は人生楽団が年ということ、年で意識。世の中はね、本当に僕気が付いた時に、この世の中、都市で意識はね、すごく間違えてるの。ああ、40歳なった。いや、ダメダメで成功しなければ。あ、50歳。もう人生遅い感じで、もう感じで、なんか焦ってる。60歳。まあ、年取った感じで、もう、大体なんか教科書のように皆さん自分がね、インプクされてるの。自分年取ったとかね。誰が年取ったことね、実際に人間年取ること、一番原因はね、外来でインプクされるものだって。外来の影響で、あなた60歳だよって言った時に、じゃあ60歳になったとか言った時に、60歳になったことの体制と誰も教えてなければ、自分は分かることの体制は、60歳と70歳どういうふうに違うね、例えば40歳と60歳どういうふうに違うかね、先生にとっては僕分かんないよ。今は40歳と60歳の時に僕にとっては分かんないのよ。みんなの、あ、60歳になったら大変とかということで、僕は本当に分からないの。もう人生は終わりとか言った時に、もう60歳になったら、ね、人間還暦来て人生ワンジュンが終わりで、僕は本当に分からない、正直言って申し訳ないけど、俺は今60歳人生一番幸せな人生ですよ。60歳からいろんな、まだ今まで59歳までまだ分からないものあるよ。60歳の時やっといろんなもの一周、人間として一周曲がったから、いや人間面白いなと思った瞬間に、そして気が付いた時に、老化というものは全くそういう年齢をある程度のことに対してはね、ある程度の年齢以来はね、40歳と60歳はね、変わることないよ。ないよ。これは世間に言いたいこと、先生は。これから先生、人生の中に映画を作る人類に、年ということは思いっきり説明したい。先生60歳。ね、今60歳よ。もう前、いつの言ってるけど、まだ59歳。もう完璧に60歳超えて、今度61歳に向かう。今言える。私は自分の人生の中に、今こそ青春ですね。今でこそ成人ですよ。なぜ、ある程度のそういう自分の魂、ある程度軸になってきたから。もう世間どんなにことを言っても、間違いことは間違い、いいことはいいことは分かってるし、どんなに人が言ってて、これはいい、これはいい、これはいいとかね、あ、マラソンいい、マラソンいい、マラソンことでいいことを言っても、僕分かる、マラソン走るの目標はお墓だ。いいことはありません。どんなに世間に言うても、これいい、これいい、これいいと言うても、僕自分自身から60年人生経験で、いい悪いことを明確に分かる。だから人間の老化、皆さんにもう一回言うこと。本当に心ですよ。自分が60歳の時にこれから一番元気状態になった瞬間に元気になるんですよ。これから60歳の時に一番いい顔になることになるぞ時に、ね、若い時に顔がね、若いんだけど不自然なの、分かるか、加工をつけてるから。60歳になった時に自然ですよ。安心の顔、自分が自信が出てくるの。自分顔いい悪いことは全部自分の心を思うことなの。いい顔と思った瞬間にいい顔になるんですよ、人間は。自分自信ない時に自信ないの顔になっちゃう。
だからいい顔こと、自然で自信ある顔こと、いい顔の。今は先生自分は、俺はいい男な、かな、60年過ぎたら分かった。俺はいい男だ、いい顔してるんだことをね、最近は分かったんだよ。完璧に分かった。昔は分からない。本当に分からないね。自分のいい顔して、いい形してること、体勢は、そんなに多分じゃないかな。最近確認できた。ああ、自分いい顔してるんだ、いい形してるんだ感じで。老化40歳と60歳、先生は正直言って、本当に分からない。分からない。力も昔と同じ。今の40歳持ったらボール今も持ってるし、今のスピードも同じ、もう昔より同じぐらいで、そんな変わらないんですよ。考え方も変わらない。特に男として見てる女性世界に来ること大体同じに見るの。美しい女性、やっぱり美しいに見るのよ。ね、関連はその60歳から女性に興味なくなる、そうでもない。本当にね、こんな変わらない。子供をたくさんね、自分の親父60歳からもう何もない何もないから大丈夫とかね、そんでもないよね。人生60歳から。ぜひ先生この番組を見て、人生もう一度立ち上げる人、もう一回頑張る人、先生と会うに来た方がいいよ。会うに来た方がいいよ。先生のことを見て、先生雰囲気見て、先生はあなたの体の中にこれから直しなければならない部分があるの。性格であろうが、内臓胃腸弱いあろうが、あるいは腸悪いあろうが、腎臓ちょっと弱いあろうが、ね、腎虚であろうが、ね、腎瘍であろうが、先生見て分かるの。来ると、おい、君自然に足りない、借金がある、何、柔軟足りないとか、お尻足りないとか、もも足りないか、年取ることに対して大勢人がなぜ感じることは、皆さん人間としてなければならないものはね、捨てちゃったんだよ。年取る取るほどこそは、ももは太くならなければならないの。お尻もっと形良くならなければならない。しかしみんな反対になってるの。先生はそういうことを大事にしてるから、先生だから年分かんない。年取ることはどういうことなのかに分かんない。僕分かんない。本当に40歳と今はどういうふうに変わるか僕本当に分からない。その分からないことは普通なの。分かることは おかしい。だから世間ごと本当に分からない人多いね。みんな60歳からもう終わったとかって思った瞬間に、だから今年僕誕生日やりたくない。誕生日60歳おめでとうことを言った瞬間に、なんで自分60歳と認識することは、これは嫌いから誕生日しない。これは正解だな。誕生日やっぱりしてないから、自分まだ40代で心を持ってさ、まだ人生これから楽しいじゃん。カカカやった瞬間に雰囲気に伝わればいいじゃん、ね、誕生日やって60歳認めること大切。人間年々関係ないんだよ。先生今60歳と70歳そんな変わる？変わらないと思いますよ。私は知ってるの。年取ること大切はね、大事なことをね、ちゃんと正しい練習、あと清潔感、清潔感、一生懸命片方が鍛えて汗かけて、サウナでも入って、塩で体マッサージして、どうしてもそういう歯磨き時に一般的に人よりも歯間ブラシ一生懸命やって確実して、ね、時にはどういうふうに塩を水から口に入れて、どういうふうにやり方で、とりあえずもう若い人に絶対曲げないぐらいの清潔感出すのよ。これはポイントですよ。鍛錬方法はちゃんと自分弱くなったところをちゃんとは足してあげる。そうすると何も問題ない。今日は人生楽談、そういうこと。年は関係ない。ある程度の年関係ない。自分以下に心意識に切り返すことってすごい大事。そして世の中にいろんな陰服されるものは捨てて、先生の言葉を信じて、60歳人生これからだよ。もう一度頑張りたい人はぜひ私に近づいてください。仕事もいっぱい持てるし、できるし、これからだよ。覚えてください。おはよう健康体操、先生の動きに合わせて運動してみましょう。体操開始です。天地引用、まずは天と地に朝の挨拶をする気持ちで始めましょう。
金融関連。自分の体に意識を傾け、体調や体の変化をチェックする体操です。四肢気球。玉と戯れる四肢をイメージして楽しく運動しましょう。天地会合。全身を大きく開き、人生を自ら切り開くことをイメージしましょう。鷹のポーズ。大空を力強く飛ぶ鷹をイメージして、生きる勇気を養いましょう。ツバメのポーズ。空を飛び交うツバメをイメージして、自由な生き方を全身で表現しましょう。鶴のポーズ。鶴をイメージし、バランス感覚を鍛える体操です。縁歩き。全身を鍛え、目に力をつける体操です。
頂点リッチ。天を仰ぎ、大地を踏みしめ、背筋を伸ばしましょう。天地精気。精気を養い、全身にエネルギーを巡らせます。車輪拳。我を忘れ、ストレスを投げ出すイメージです。空と大地からエネルギーを受け取るイメージで行いましょう。続いてはもっと知りたいおはよう健康体操。シエ先生に聞くみんなの相談室。皆さんね、先生の言わなきゃに最近新しいで聞いた仲間来ましたよ。今日は案内します。いつも見てるのに言わなきゃに、ちょっと雰囲気は変わりました。この木はね、そんなに高くないけど、これ黒金持ちで言うよねって名前だけど、ちっちゃくて低いんだけどすごい太い。こういう木になると庭に飾ると非常にやっぱり芸術性感じますね。うん、素晴らしいだ。だから今年は黒金持ちで庭で正面に一本植えるだけで、なんかすごく楽しい気持ちになってきまして、そして今日はその画面ね、もう一個ぐらい、先生前昨日石の上にね、面白い作品が作った。石の上に木が植えたんだよ。不思議ことは、石上に木が植えることに対しては、今日は天気良くないんだけど、でもやっぱり見ると気分がいいね。皆さん見て、いいと思いますか？うん。これ天然がね、これが木から出てくるの、石から出てるの、これから何が花になるか分からないけど、
それは待つこととそういうちょっとくらいで飾るだけでやっぱりすごく気持ちいいね。何でもね作品にすればかなり面白いよ。昔はそういうことを何もただ石けどちょっと手加えたら松の木一本くらい入れたりこれを植えたらもうそんなに良くなる、うん、庭が楽しむことを忘れないで常にアートは見守りにあることは忘れないでいいでしょうこれ。おはよう健康体操、先生の動きに合わせて運動してみましょう。体操開始です。天地引用、まずは天と地に朝の挨拶をする気持ちで始めましょう。記入鍛錬、自分の体に意識を傾け体調や体の変化をチェックする体操です。四肢気球、玉と戯れる四肢をイメージして楽しく運動しましょう。天地会合、全身を大きく開き人生を自ら切り開くことをイメージしましょう。鷹のポーズ、大空を力強く飛ぶ鷹をイメージして生きる勇気を養いましょう。ツバメのポーズ、空を飛び交うツバメをイメージして
自由な生き方を全身で表現しましょう。鶴のポーズ。鶴をイメージし、バランス感覚を鍛える体操です。縁歩き。全身を鍛え、目に力をつける体操です。頂点立地。天を仰ぎ、大地を踏みしめ、背筋を伸ばしましょう。天地精気。精気を養い、全身にエネルギーを巡らせます。車輪拳。我を忘れ、ストレスを投げ出すイメージです。丹田。空と大地からエネルギーを受け取るイメージで行いましょう。健康と人生のために。
心に留めておきたい言葉がある。チェ・ビンゼン、今日の一言。今日は一言書きます。今日の一言、これです。旧時代離れ、旧時代離れ。実体ワークということをどのくらい期間わからないけど、僕にとっては実体ことに対して去年1年がもう実体と考えればいいんだよね。だ本当に旧時代離れることは、一家に勇気を出して過去をさよならして、そして新しいの目標は探して、新しいの夢と希望と物事と進むように、一心不乱で次のことをやっていくのために、過去のことをあんまり自分見てうまくいかないこと、 あるいは心の中にまだモヤモヤしてあんまり良くないことは、まず離れなければならない。これは人生の道になければならないこと。旧時代離れ、すべてのことは離れることになるとだんだんに薄くなる。集中力は目の前生きることを大切。旧時代離れなければならない。今僕の周りに離れた人、ぜひ同時に旧時代離れる精神で過去をすべて受けられる、そして離れる、全く違う気持ちで次の人生に進んでいきましょう。今日の一言、学ぶべきはここにあり。人生革命開始。人生そのまま終わりたくない人に、これからもう一度立ち上げたい人に、僕が人類102歳でプログラム始動開始。一生懸命生きる人を応援したい。まず電話ください。この動画を見ていただき、体操を勉強したい、チャ先生に会ってみたい方は、ぜひホームページにあるお知らせをご覧ください。それでは今日も一日、まったりゆったり爽やか元気にお過ごしください。それでは今日も元気でいきましょう。おはよう健康体操、今日はここまで。健康、すなわち良き人生。目指せ人類120歳。今日も楽しく元気にお過ごしください。